おはこんじるまーん。今回は代役のオーナーの皆様におすすめしたい60分の1スケールのプラモデルをご紹介。それがこちら、リヒオのマルチアビスディフェンダープラスコンストラクションセット。こちら実際に組んで遊んでみた使用感だけでなく、当然ダイアクロンとも合わせますのでご安心ください。それではね、早速組んだ姿をご覧いただきましょう。いつもの机にレッツレッゴー。はい、ということで組んでまいりました。でですね、まず最初に謝罪がございます。こちらのこのアーム状のパーツありますよね。これに使えてるこの、いわゆる二の腕の部分ですよ。これがですね、なんと1個見つかりませんでした。はい、見つからなかった方がこちらということで、いやこれね、本当にマジでわからないのが、要は最初からね、ランナーが袋に入ってるんですけど、その袋に入れる前にやっぱランナーってほら、たまに自然とポロリするじゃないですか。それで要はこの元から入ってなかった説、と、あとはね、やっぱ僕が出すタイミングでどっかでその自然とポロって取れて、ポロポロってどっか転がってっちゃって気づかずになくしちゃった説、この2つだと思っています。マジで、これは本当にマジで、このね、二の腕、これ1個 で、成形されてんだけど、このパーツを切った記憶が本当になくて、僕は基本的にいっぺんにね、パーツを切り出して組むとかじゃなくて、説明書のその順番通りに、作業を進めていくんで、そうだから、その前の段階でこれを切っちゃうことはないんですよ。だからね、その自分で切っておいてなくすとかじゃなくて、もう本当に最初からなかったか、開封してその組む段階で、最初からパーツが外れてて、出した時にガサガサってやっぱ袋から出す時にポロってどっか行っちゃった、その二択だと本当に思っております。まあ何にせよ、そうやってね、開封して組む前に全パーツを細かくチェックしなかったジールマンのミスです。けどだからといってね、同じものをもう一個買うっていうのはちょっと辛いなということで、今回本当に申し訳ないんですけども、どうかね、ここのアーム1個ない状態でこの動画をお送りさせてください。本当にすいません。まあ幸いにもね、1本はこの完成した状態がありますので、これを実際に取り付けた時にどうなるかみたいなイメージはつかめると思うので、それを参考にしていただければ幸いでございます。本当に申し訳ない。で、そんなアクシデントはありましたが、もうねこのボリュームやばない？これが今回のキットの内容物ですよ。で、さらに正確に言うと、あとは説明書や、このね、デカール調の、実際はね、デカールじゃないんですけどね、デカールっぽいシールと、普通の、これね、ホロシール。で、さらに、こういった、なんか、チューブ的なアイテムまで付属しています。もう、アンサンブルの EX 化っていう具合にボリューミーでしたね。まあ、その辺の細かいパーツは今回割愛させていただきますが、ここにね、映ってるものはじっくりとご紹介していきましょう。さあ、まずはやはりなんといってもこの人型のロボットですよね。あとはこれを操縦するパイロットたち、これも一気にご紹介します。はい、ということでまずはこの基本のね、メカ見ていくんですけども、この商品名がディフェンダープラスコンストラクションセットになってるんですけども、おそらくね、このメカ本体の名称はマルチアビスだと思います。そしてそんなマルチアビスね、もうこれは完全に引裂いた闇が吠え震えるて人にこれはもうね、好きな人からするとめちゃくちゃ後部を彷彿としますよねまあね、例えばダイアクロンなんかのパワードシステムなんかもそれを言ったらそうなんですけども、こちらね、ダイアクロンのパワードシステムと比べるとだいぶ大きいんですよね。なのでこのいいサイズ感が余計ね、後部っぽいというか、なんというかいや本当にね、ジールマン的にはこれめちゃくちゃ刺さるデザインでございます。かっこいい。そしてそんなマルチアビスに乗るのがこちらでございます。このパイロットはポーズ固定の完全非可動フィギュアでございます。そして2種類あって、1つはこの立ち姿、もう1つは座っている状態。立ってる状態はパワードスーツ用、座ってる状態はその他の車などで使います。そして乗せ方なんですけども、こちらの正面ハッチをオープン、はい、そしたら下側をさらにオープンしてこの状態で乗せます。はい、こんな感じ。そしたら先ほどとは逆の手順で下から締めていってあげれば搭乗が完了。それではパイロットも乗ったので各部稼働などを見ていきましょう。まずはね、基本的な腕とか足の稼働なんですけども、
はね、すべてボールジョイントになっております。肩、そして足の付け根、これらは当然ボールジョイントとしてフレキシブルに稼働するんですが、さらにこの根元部分、ここもググッと今動いてるの分かりますかね。正面にすると、はい、このように腕が上がりました。それから肘と膝、これらはボールジョイントではなく基本的なジョイントによって稼働します。足もこれくらい曲がるので、なんと膝立ちだって可能。いや、非常にアクションポーズの幅が広い。さらにこのサブアーム、こちらも根元はボールジョイントで、ここのアーム部分は基本的なジョイントで稼働します。そしてもちろんこのサブアームは取り外しが可能なので、気になるという方は外してシンプルなシルエットを楽しむことだってできちゃいます。そして最後はこの靴部分、こちらも根元がボールジョイントなので、角度をしっかりとね、調整することが可能になっております。ちなみにあくまでもこれは個人の意見なんですけども、靴パーツのデザインに関しては正直あまり好きではなかったななんて思います。これね、人間の足っぽいデザインなんですよ。上から見ると特に分かりやすいかな。はい、こんな感じでね、分かりますかね。できればこうじゃなくって、まあ、分かりやすいところで言うとガンダムみたいな、はい、その靴を履いてる感じっていうのはおかしいんですけど、ああいったデザインの方が個人としてはすごく好みだったかななんて思います。まあ一方で接地面や関節の渋みなどが非常に優秀なので、こういった Y 字バランスを超えた I 字バランスなんていうのも簡単かつ安定して表現できました。さて続いてはこのショベルカーいや、この商品名におけるこのね状態がどういう風な名前かがちょっとわからないんですよ。なのでこの動画では便宜的にこの状態をショベルカーで、これをね簡単に外せるんで、この状態をバギーと呼ばさせていただきます。ということでね、まずはこのショベルカー状態なんですけども、これねシンプルにかっこいいですよね。やっぱね、男の子はみんな重機が大好きでございますよ。でですね、こちらこうやって開けることで、このねパイロットが乗せられます。こんな感じで、よいしょ、ちょっと待ってね、よいしょ、はい、ごめんなさい、ピントがぶれて申し訳ないと。で、もう一体がねあるんで、こうやって乗せてパタンパタンと、はい、こういった感じで、さらにこのねショベル部分、こちらは可動式と、まあ、ただね上の方はまあここら辺までかな、ここまで来ると若干ちょっと挙動が疑わしくなりますね。でさらにこのこちら側ですね、このショベル側、アームじゃないショベル側もこんな感じで、よいしょ、上に向けることなんかもできます。そしてさらにこの車輪部分、こちらコロ走行が可能でございます。いや、これもね素晴らしいですね。一個一個の車輪がしっかりと回転するんですよ。ちなみにこの運転席は着脱が可能で、残った座席を中央のジョイント穴につけることで一人乗りにすることも可能です。と、まあこの辺がそれぞれの基本的な状態。そして次の段階として、このマルチアビスとバギーが合体します。まずはそちらご覧ください、ズドン。はい、完成。こちらディフェンダートランスポーテーションモードだそうです。いや、本当に申し訳ないあの説明書ね、中国語で分かんないなと思ってよく見たら英語表記があって、さっきご紹介したこのパワードスーツ、この状態はですねディフェンダーという名前だそうですね。なのでディフェンダープラスコンストラクションセットのディフェンダーっていうのはまさかの機体名でございました。本当にすいません。でさらにバギー部分、このねショベルカーのパーツがついてない状態、それがマルチファンクションビークルという名前でした。と、まあ名前が分かったところで、このねトランスポーテーションモード見ていきましょう。いや、このごつさすっごいかっこよくないですか。先ほどまで後輪だったのが前輪に変わることで、なんていうかね、この正面からのパワフルさ、それをすごい感じるようになりましたね。まあ一方で腕はともかく、この足、これの変形はなんかこうだいぶ勢いを感じるというかなんかまあまあそこはね多少仕方ないのかなっていう部分ではあると思います。ちなみにこの状態でも腕は全然使えるので、こうやって前に持ってきて、まああのね、ちょっとモビルアーマーチックな遊び方っていうのもありかななんて思いました。そしてここからはですね、このパーツを使って大掛かりな組み替えが必要となります。どれぐらい大掛かりかっていうと、これまだね結構外すのが簡単なものばっかだったんですが、ここからはこのね関節があるようなパーツ、この内側とか、あとね4つのタイヤ、
こういうのを全部外していくんですよ。まあその分シルエットなんかはガラリと変わるのでお楽しみに。それではご覧ください、ズドン。はい、完成。コンストラクションビークル。いや、これはこれでね、シンプルながら重機感がよりマシマシでかっこいいですよ。まあただここでですね、組み上がり後に謝罪した、そう、このパーツの足らなさが出てしまいます。本当にすいません。まあこのモードで言うと、まあほら重機って別にね、あのシンメトリーじゃなかったりするんで、まあありっていう風に言い切ってもいいかなみたいな思いはございますが、いや実際はこれ両方ともついてるよということですね。そんなコンストラクションビークルは人が立ち姿で操縦する仕様。基本的な装備は先ほどのショベルカーと同じこのショベルの部分と、あとはアーム。これ自体もね、非常に各部フレキシブルに稼働させることができます。それから車輪部分も変わってますよね。先ほどまでは全般ね、こうミニ四駆のシャーシみたいな扱いでした。一方こっちはかなりね、足元もフレキシブルに動かすことが可能になっております。まあこんな風に車輪の根元が稼働するんであれば、悪路であっても簡単に乗り越えていけますよね。そんな感じで組み替えはなかなか大変なんですけども、重機として見るとめちゃくちゃかっこいい。だけじゃない、帝人。なんとね、ここからさらにもう一段階変形できます。ズドン、完成。コンストラクションメーカー。いや、これもめちゃくちゃいいよ。まああのショベルの部分をね、上に上げただけの、これは少しまああの面白いなと思っちゃうんですけども、なんといってもね、足回りがすごくいい。先ほどから使ってるこの車輪のパーツ、これね、裏側に実はこういう脚部が隠れていたんですね。それを引き出してこういった足にしております。いや、こういう足も好きですよ。まああのダイヤクロン、まあまあダイヤクロンでね、例えるのも申し訳ないんですけども、ダイヤクロンで例えるんであれば、トレッドバーサルターみたいな、そういうね、かっこよさがありますね。まあ、もっとね、あの関係なく古い言い方すると、光源氏ハハハハ。そんなようこそここへ状態のコンストラクションメカなんですけども、今腕がね、両方ともありますよね。本来は当然ね、両腕ともこの腕なんですよ。ただまあ戦術通りどうしようもなかったので、さっきまでのね、このディフェンダー、それについて腕をここに移植しました。まあ結果的にはね、アシンメトリーのままなんですけども、少しはね、これで格好がつくかななんて思います。ちなみにこのアームなんですけど、まあ、可動はね、基本的なものとは変わりませんが、はい、ここのね、先端部分、これ開きます。こんな感じで結構大きく開くんですよね。ちなみにコンストラクションメカのお顔をね、ショベル部分にするっていうのはあくまで商品上の設定であって、ディフェンダーのこのね、頭部というか、まあ、お顔の部分、これをつけることも可能です。そしてもちろんショベルを外してサブアームだってつけられます。なので個人的にはこの状態めちゃくちゃ好きですね。その一番の理由がダイヤクロンのパワードシステムと形状が被らないこと。パワードシステムはこのように人型なので、今のね、この状態の方が明らかに差別化ができますよね。ということで最後の武装類、これはこちらの状態で装備させてみましょう。はい、ということでまずはね、シールド以外を装備させてみました。右腕にはガトリング的なもので、左腕にはね、こうなんかシールド付きのキャノンみたいな感じですね。まあ、一応ね、なんとなくガトリングと呼ばせていただきましたが、武器名は特になくて、さらにね、この銃口を見るとだいぶ特殊な形をしてるんで、ガトリングとも言い難いんですよね。ただジルマはそこまで銃火器詳しくないんで、こういったね、兵器を何て呼ぶかご存知の方いたら教えていただけると幸いです。そして左腕のシールドキャノン、まあこれもね、名前適当なんですけども、このようにね、腕孔がついていて、先端には銃口が2つ、まあ片方は機関銃とかで、もう片方はグレネードみたいな感じですかね。ちなみにこの腕孔部分にはジョイント穴がございまして、ここにね、シールドをつけることも可能ですと。はい、こんな感じ。こうすることで攻守ともに優れた機体となりました。ちなみにシールドはこのようにハンドパーツに持たせることも可能です。ポージングを考えるんであれば、こうやって持たせた方がかっこいいかもしれません。さて今回の動画最後はダイヤクロン単位などを実際に乗せてみましょう。こうやって見るとこのパイロットフィギュアよりもダイヤクロン単位だいぶ小さいですよね。ちょっと心配でございます。でもそんなの関係ねえ、そんなの関係ねえ。はい、おパピーでございますよ。いや、
確かにね、若干まあ大きい感はありますけどもね、でもこれだったら十分にジャストサイズと言っていいのではないでしょうか。そしてこちらもジャストサイズ、下にズドンと落ちていくこともないし、しっかりと締めることも可能でした。ちなみにマイクロウォーズのパイロットもこのようにしっかりと乗ることが可能です。もちろんバギーだけじゃなく、このディフェンダータイプだってしっかりと搭乗可能。そして最近の小型玩具界隈で注目の的である64分の1の仕事猫はどうでしょうか。はい、こんな感じで、まあ空間はだいぶ余っちゃってますけども、それっぽい形にはなっておりました。そしてさらにこのディフェンダーのコクピットにもなんと乗れました。まあ、厳密に言うと乗れてるというにはあまりにもこう身長が足りてない気はするんですけども、これはこれで可愛いからよしといった感じで、造形、可動、プレイバリュー、そして汎用性も含めてこちら非常に良いアイテムだと思いました。まあ、このシリーズね、このディフェンダープラスコンストラクションユニット以外にもございますので、気になった方は購入してみてはいかがでしょうか。ジールマンもまた別のを買って今度動画にしてみようと思います。それでは今回も最後までご視聴ありがとうございました。また別の動画、別の配信でお会いできることを楽しみにしております。それじゃあまたねー。